水族園は神戸市須磨区の須磨海浜公園内にある水族館。愛称、須磨水。1957年5月10日に神戸市立須磨水族館として開園。1987年、旧施設に代わり現在の建物施設が開業、同時に現在の名称になった。現在の施設は後に多く誕生する大型水族館の講師となった。 1987年に記録した年間入場者数240万人は当時の日本記録である。2008年1月10日から2月29日の間、サメやウミガメ等が泳ぐ波の大水槽の前に小達三択を設置、暖を取りながら干渉するというユニークなサービスを行った。長崎大学水産学部のある教授の協力により、 当水族館でマングローブキリフィッシュを展示している。また、各地から大学生のインターンシップもよく受け入れている。平成21年度までは、財団法人神戸国際観光コンベンション協会が管理運営を行っていたが、指定管理者制度の導入により管理者の公募が行われ、平成22年度から4年間の指定管理者として、ウエスコ、名鉄インプレスア,クアート特定業務、 共同事業体が選定された。園長を公募し、亀崎直樹が選ばれた。平成25年に、前述三社と神戸国際観光コンベンション協会が、共同で新たな共同事業体を設立し、運営を行ってきたが、令和2年度より、再整備事業の優先交証権者である、グランビスタホテルリゾートが、指定管理者として運営を行っている。スマ海岸一帯は、 港ワシスの登録をしていて、当施設は港ワシススマの構成施設の一つである。和楽園の水族館1895年、京都で第四海内国環業博覧会が開かれた際、これに協力した神戸市が博覧会付属の施設として、和田岬の遊園地、和楽園に和田岬水族っぱなし養場を開設した。兵庫水族室と、 水族っぱなし用池とで構成される。ラフカディオハーンが観覧し、文章を書いている。博覧会終了後も、水族っぱなし養場は残された。1897年、神戸市兵庫区の和田岬で開かれた第2回、大日本水産博覧会会場となる、遊園地、和楽園内に、神戸市は和田岬水族っぱなし養場を充実させ、会期中に限って、 水族館が設置された。水族館の父と呼ばれる、飯島伊佐夫東京大学教授によって設計され、建設の際には、神戸の進んだ造船技術が用いられ、海水の水槽に、ポンプやバルブ、配管などを備えた本格的な循環路化設備を備えていた。スマ海浜水族園のサメ島明園長によると、水族館という名称はこの時から日本で初めて使われたという。 また、水族館は、外観が、インド風の斬新なデザインであったとしている。この、和楽園水族館が、日本初の本格的な水族館、日本初の本格的な露過装置を備えた、水族館とされ、神戸は、日本の水族館発祥の地と申されている。博覧会終了後の1902年4月、水族館は、港川神社の境内に移転され、 南高山の水族館と呼ばれる。1910年2月、閉館した。1930年9月、神戸開港博覧会が開催されるに合わせて、港川公園の中に、神戸市水産会により、港川水族館が建設された。1943年2月、第二次世界大戦が激しくなり閉鎖し、1945年3月の神戸大空襲により消失した。 その後、神戸は1957年に当時東洋一の規模を誇ったスマ水族館を誕生させ、スマ海浜水族園として現存している。1995年1月17日の阪神、淡路大、神戸市は神戸市立スマ海浜水族園を民営化すると決定。再整備事業の優先交渉権者として、産経ビル、グランビスタホテルリゾートの運営会社、 阪神電気鉄道など7社で構成する企業グループに内定したと2019年9月12日に発表した。2021年4月から解体し、2024年春にスマシーワールドとしてリニューアルオープン予定。しかし、民営化後の利用料金が大幅に高額となることが明らかになり、市民だからは反発が出ているほか、神戸市議会からも、 懸念の声が出ている。日本初めての水族館はどこかという論議がしばしば行われる。スマ海浜水族園のサメ島明園長や安井、雪尾学芸展示部長によると、見世物小屋としてのレーベルでは、1882年には上野公園に、魚おのぞきがあったが、淡水魚専用の循環ろ過装置がついていない、簡単なもので、単に魚を水槽に入れていただけであって、 水族館というレベルではないとし、和楽園水族館を日本初の水族館と考えている。右を除きは15個ほどの水槽を展示したものであったとされる。ありがとうございます。